エルヴィン見てよ、私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ、そうでしょ。じゃあいいよね、巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね。そうだな、構わない、作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルヴィン。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらん。俺たち特別作戦班の任務、巨人捕獲の援護だ。まとめて相手してやる。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から援団救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。くそ、何をやらかしてやがった。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。まとめて相手して。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃあ俺の方が巨人に捕まっちまう。面白い暮らしやがった。続け、私も行きます。分隊長の命令に従ったらこの様です。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさねえ。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。面白い暮らしやがった。来やがった。ごめんよ、でもここいい場所だろ。罠の準備のために周囲の巨人を片付けよう。邪魔だ。ハンジさん、捕獲する巨人を残さなくてもいいんですか。まずきっちり罠を設置する必要がある。捕獲する子は他に見つけてあるしね。邪魔だ。よかった、おとなしくしてまとめて相手に。わーい、これで罠を設置できるね。モブリット、もうはいないか。仕方ない、私が罠を準備する。リヴァイは巨人を連れてきてくれないか。生かしたままで。だからね、北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。3メートル級の小柄な子と、少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみたいなチームを聞ける余裕があればいい。おとなしくしてよ。北の採掘場までは楽に行けるはずさ。モローたちに巨人を一掃してもらってるからね。くそ、ギャルブーカに危ねえまでさせやがって。おとなしくしてろ。救援要請か。無視はできねえ。
リヴァイ兵長、助けてください。俺の敵じゃない。ご迷惑をおかけしました。分隊長が手分けして捕獲地点を探せというもので。さっさとあのクソメガネに合流しろ。単独行動を続けろ。目的を果たす前に死ぬぞ。あれは救援要請、急行します。モブリット、罠の設置を頼むよ。私はリヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。おとなしくしてリヴァイか、援護を頼む。手なしで了解。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。やる。アンジの指示で手分けして巨人の捕獲地点を探していたんだな。この兵力での参拝はリスクがでかすぎる。すぐにハンジと合流しろ。俺だって役に立つとこ見せてやります。おとなしくしてろ。兵長、一生ついていきます。奴ら小さい分小回りが効くな。おい、ヘルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長、はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。攻守ならここにいるだろう。どうした、化け物。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。やる。
してるみてえだな。行かねえと。こいつをどうにかしないと。リヴァイ兵長、援護感謝します。どうして化け物。負傷した。一度引く。どうして化け物。起動するよ。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。助かった。ヤッホー！2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。まずい、巨人が近づいてくるぞ。かなりの数だ。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。まだ残っている捕獲用の罠をうまく使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。おとなしくしてる。行く。Thank you.
スレーフがしやがって。殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破で何とかなるだろう。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヤホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮かれすぎです。おおっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけでその一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビーン。